日本国神奈川県横浜市中区地と世町地と世町は神奈川県横浜市中区の地名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。2020年5月31日現在、201世帯366人が暮らす。中区の北西部第三橋通りの南側に位置する。東は長者町一丁目、南は三好町、西は南区万世町。 北は山田町にそれぞれ隣接する。日産プリンス、神奈川販売の営業所やエネオスのガソリンスタンドなど、自動車に関連する業種が目立つ。大山橋通りには、千歳町の町域に面市長者町一丁目と、東橋の停留所があり、横浜駅から伊勢崎長者町駅を経由して、磯子駅方面を結ぶ京浜急行バス、桜木町駅から、 滝頭方面を結ぶ横浜市営バスが運行されている。町の東端から横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢崎長者町駅へは500メートルほど、JR 根岸線石川町駅へは900メートルほどである。私立小中学校に通う場合、全域が横浜市立南吉田小学校及び横浜市立横浜吉田中学校の学区となる。 江戸時代に吉田神殿として開拓された土地の一部で、1874年7月に、千歳町の町名が付けられた。町名は、縁起を担いだ、随称地名である。1882年、一部が永楽町に編入される。1889年には、市政志向により横浜市の町名となる。当初は1から3丁目のあざ町名が設けられた。 1919年、千歳町ア財町名から出火し、消失面積6万坪3000個が全焼する火災が起きた。1927年、苦生志向に伴い横浜市中区の町名となる。1928年に大桟橋通りに開通した横浜市電は、1972年まで運行された。百四十三年には中区から、 南区が新設され、次三丁目が南区に編入されたが、翌1944年に万世町に統合された。あざ1.2丁目も後に廃止されている。1967年には、千歳町と山田町、三好町、長者町との間で、町会の変更が行われた。ありがとうございます。